はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡です。今回も趣味でやっているドラクエウォークのサブチャンネル動画やっていこうと思います。今回は一昨日実装となったイズラエルの祠、こちらに挑戦していこうと思います。バトルマスターと魔法戦士を含むパーティー、そして同じ職業を被らない、ですね、パーティーという条件でございます。さらにですね、今回はレベル60のメンバーで挑もうと思いますというわけで行こうと思います。はい。レベル60ということで、推奨レベル75なので、このように推奨レベルがとても高い祠です。ということになります。はい、ちなみに、レベル60だとですね、S を4つ、心ね、4つつけてもですね、コストが350までしかいかないということで、まあ自動的にね、360コスト制限の祠もクリアできるということになります。はい、というわけで、ルーラーポイント使って、これから祠の方入っていきます。戦闘開始になります。パラディンと魔法戦士とレンジャーとバトルマスター、それぞれ、ね、いずれもレベル60のメンバーということになります。回復がね、パラディン1枚になります。バトルマスターね、最初、いかったんですけれど、まあ、ここはね、落ち着いて守りの盾をかけていくことにします。守りのかけてかかった後はね、捨て身をしていこうと思います。レンジャーはですね、はい、とりあえずまず最初、縛りたいので、はい、アーススイングで、行こうと思います。王家のレイピアですね。はい、いい感じで縛れましたね。で、魔法戦士はですね、ガイアの剣なんで持ってるんですけど、とりあえず最初のターンは、守りの盾をかけていきます。はい。で、次ですね。はい、パラディンも守りの盾をかけていきます。はい、聖女のコーンをね、持たせております。はい。というわけで、最初はね、うまいこと2体縛れたので、最初のターンは、はい、ホラービーストのみの攻撃になります。はい、最初のターンね、結構余裕ができました。レンジャーはですね、はい、2ターン目で守りの盾をかけることにします。で、バトルマスターはですね、一応守りの盾入ってるので、ここはもう捨て身で、捨て身をかけて攻撃力アップしていきます。で、魔法戦士はですね、はい、ガイアの剣で、ガイアブレードで、ですね、イズラエル攻撃していこうと思います。まあ、イズラエルがね、これ一番 HP 高いので、はい、まあ、こいつをね、単体で狙っていこうと思います。ということで、はい、まあ、とりあえずどうしようかな。まあ、ちょっと迷うところですけれど。まあ、いや、とりあえず、はい、パラディンは聖女の恵み、まあ、聖女の子も出せてるので、はい、全体回復していきます。甘い息は守りの盾入ってるので効きません。はい、イズラエル、バギクロス。はい。はい。まあ、メダパニバンスは、まあ、効きませんということです。はい。で、レンジャーはですね、はい。王家のレイピアでアーススイング。できればね、縛れるといいかなと思います。はい、縛れましたね。シルバーデビル。バトルマスターね、はい、捨て身が入ったところで、はい、ようやく攻撃していきます。破壊の剣で、全体攻撃、していこうと思います。怒りが入っているので、なかなかね、いい攻撃できました。キラホラービーストがね、はい、避けたのちょっと寒かったですね。はい。まあ、とりあえずガイアブレードでイズラエルを魔法戦士攻撃していきます。はい。はい。お、フォースブレイク入りましたね。ギガデイン、これは痛い。これは痛い。ちょっと待った。回復をしたいんですけれど、なかなかできないですね。ちょっと、イズラエル、うお、やばいやばいやばい。殺された。やばい。これはやばい。どうしようか。はい。ちょっとね、ここはどうしようかと思うんですけれど、そうか。生き返らせたいので、ちょっとね、道具使う予定はなかったんですけれど、もう道具使っていきます。はい。世界中の若葉です。はい。切り裂いて、まあ、パラディンガードがうまく作動しました。はい。いきなりね、結構ピンチになりましたね。できればね、レンジャーが、縛ってほしいところです。縛ってくれ。縛れ。お、うまいこと縛れましたね。はい。で、まあ、バトルマスターはね、全体攻撃していきます。
はい、なかなかダメージが、いいダメージが乗りますね。で、魔法戦士はですね、はい、ガイアブレードでイズラエルを叩いていきます。倒せるかな、そろそろ死ね。よし、倒した。で、パラディンはですね、はい、全体回復、ちょっと回復量がね、まだ足りないんですけれど、はい、まあなんとか。ライデイン、痛い、なんでそこを狙う、やばい、結構やばい。まあでもおかげで、縛れたおかげでね、だいぶ助かってますね。バトルマスターは全体攻撃していきます。結構やばいですね。はい。ピンチになりながらもなんとか耐え切っているというか、はい。攻めているというところで、はい。両方ね、赤い文字になりましたので、そろそろ、勝利は近づいてきたかと思いますが、はい。避けられましたね。はい。はい。で、最後、魔法戦士ですね。ガイアブレード。はい。じゃなくて、普通の攻撃でした。はい。ちょっとね、世界樹の和歌は使う予定じゃなかったんですけど、とりあえず、なんとかね、レベル60でも、勝つことできました。ガチのね、レベル60ということです。はい。まあ、あと、心、初の、ね、イズラエル討伐になります。最初の心、どうなるのか注目です。はい。心は C ということでございます。この後、パーティー紹介、やっていこうと思います。はい、というわけで、まあ、レベル60だとだいぶですね、苦労しましたね。はい。なかなか。あと、レベルね、レベル60だとね、コストが350なんですよね。はい。ジェムもいただきました。うん。はい。なんとかね、イズラエルの祠、クリアです。はい、というわけで、モンスター図鑑にが登録できましたので、ちょっとね、見ていこうと思います。はい。これか。はい、ここですね。一番左上ですね。はい、イズラエル。はい、ジェムももらいました。命あるものすべてに死をもたらす不吉の象徴。彼が通った道の後に生きたものは存在しないという、ということで、ございました。まあ、今回、一昨日から、祠実装をされましたということで、はい、これですね。ちょっと、まあ、今回パーティー紹介、していこうと思います。レベル60、全員レベル60、パラディン、魔法戦士、レンジャー、バトルマスターということになります。まあ、装備一通り見て、その後心一通り見ていこうと思います。装備はですね、はい、パラディンは、聖女のコンを持たせておりまして、まあ、装備、防具の方、アクセサリーはこのようになっております。回復1枚ですね。で、次。魔法戦士はガイアの剣を持たせておりまして、まあ、装備、その他、はい、防具などは、アクセサリーなどはこんな感じになっております。で、レンジャーですね、はい、得意武器じゃないんですけど、4突の王家のレイピア持たせておりまして、まあ、そこそこね、ダメージも乗るんですけれど、やっぱりレンジャーなので縛ってほしいなということで、レンジャーを入れております。で、最後ね、バトルマスター、破壊の剣を持たせておりまして、まあ、あとは、防具はこんな感じでございます。まあ、悪魔の兜ありますので、まあ、ジバリア攻撃、ダメージアップなど乗るかなと思います。次にですね、はい、心の方を見ていこうと思います。はい、パラディンはですね、まあ、こんな感じになっておりまして、レベル60で S の心4つをつけるとですね、ようやく352になりますので、まあ、レベル60でのパーティーで臨めばですね、必然的に今回のイズラエルの祠のですね、条件であるコスト360以下っていうのも自動的にクリアできるということになります。はい。まあ、このように破壊、指導とボボンガー、死神貴族。で、あと余ったところに何を入れようかというところで、まあ、ちょうど良かったのがグレミリンだったので、グレミリンを入れております。で、次ですね。魔法戦士。はい。虹色枠のところに、はい、アトラスを入れておりまして、あとはですね、まあ、こんな感じに、しております。はい。で、次、レンジャーですね。はい、レンジャーはですね、まあ、アトラスとランプの魔人、キラーアーマーを入れております。まあ、そうですね。まあ、
できればですね、この青のところ、ランプの魔人ではなくですね、ギガンテスの S を入れることができればですね、斬撃ダメージプラスですね、ジバリアのプラスもまあありますので、その辺はもうちょっとね、ダメージもしかしたら出るんじゃないかなという。で、暴れ駒犬、まあ、ギガンテスの方がですね、コスト、ランプの魔人よりコスト下がりますので、暴れ駒犬よりもっといいですね、心つけられる可能性もあると思います。で、キラーアーマーはですね、はい、斬撃とですね、あと、ジバリアの斬撃対義ダメージもプラスになっているということで、まあ、今回ね、青枠には入れやすいところじゃないかなと思います。まあ、アトラスはね、もちろん、うん、ですね、はい。まあ、今回はね、アトアカ全員アトラスの S 入れております。アトラスの場合はですね、スキルの斬撃対義がプラス3で、ジバリア属性、斬撃対峙プラス10で、あとさらに悪魔系のダメージプラス5もありますので、これいずれもね、今回イスラエルの祠でハマるということで、まあ基本的にアタッカーにはアトラス、物理攻撃するものにはね、アトラス持たせるのがもう必須と言っていいんじゃないかなと思います。で、最後、バトルマスターですね。アトラス、あと、シャドウサタン、オルゴデミーラ、デザートゴーストというふうにしております。まあ、この辺はね、とりあえずアトラスだけはまあ確定で、その他はですね、なんとか、まあ、いろいろと考えながら、パーティーの方は組みましたが、まあ、他にもね、いろいろやり方あるかもしれません。はい。まあ、真珠はね、ジバリア特攻と、あと悪魔特攻、このあたりを、組み合わせるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、はい、今回ですね、イスラエルの祠の攻略でございました。レベル60ということで、まあ、なかなか苦労する祠でございました。はい、まあ、レベル60で推奨レベル75をクリアするというのはね、ちょっと、結構ね、若干無理があるような、まあ、気もしましたが、まあ、いけないことはないですね。ちょっと安定攻略とは言い難いので、まあ、ちょっとこの辺は改善が必要かなとは思います。あ、強さね、一応見ておきましょう。まあ、こんな感じに、なっております。パラディン、魔法戦士、で、レンジャー、そして、はい、バトルマスターになります。はい。というわけで、今回、2日前に実装されたイスラエルの祠推奨レベル75を、レベル60のパーティーで、攻略をしてみました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。